どうもー。本日も家で過ごそう。愛のピースでシャレオツをご視聴いただきまして、ありがとうございます。愛の YouTuber、アイプップです。今回は世界平和の動画、1個、2個、3個、4個、5個目となっております。ちょっとね、1週間遅れて申し訳ありませんでした。今回の動画は、ロシア兵のことを報道されていた番組の私が録画して、それをこの動画に載せているんですが、ちょうど1週間前にこの放送があった時に、北海道で、地震があって、その放送の途中で、中断しちゃったんです。それで、再放送見て、これを撮って、今日載せるって形になってしまいました。1週間ね、ちょっと遅れて申し訳ありません。報道なんですけど、なんと再放送決まってから、再放送終わってから、また2回ぐらいやってるんです。でね、やっぱ結構ロシア兵の、実態がよくわかるようなね、特集になってました。でね、やっぱ見てみるとね、本当に残酷なね、ありさまで、もうこれ以上ね、ロシアは戦争を続けられる、ね、やっぱ力がないっていうのがね、はっきりわかるような、映像を私がね、編集してまとめました。なんでこれからね、見ていただきたいです。ね、最後までご視聴してください。よろしくお願いします。現役90万の兵士には、軍学校を卒業して軍務に就く職業軍人。最短で3年間給与を得ながら任務に当たる契約軍人。そして、徴兵制度で集められる徴集兵がいる。さらに兵力が不足すると、プーチン大統領は30万人規模の予備役を動員。ロシアの当局やメディアは、戦地に向かう兵士や家族の愛国心を強調する映像を繰り返し流してきた。ウクライナ側が傍受したとする音声がある。ロシア兵とされる男性が妻に最後の別れを告げていた。翌日になって撤退を発表したロシア軍。ウクライナ側が公開した映像には、道路上に放置された兵士たちの無残な姿が映し出されていた。ロシア軍に多大な損失が出る中で、兵士が離反しようとする動きが広がっていた。フランスに拠点を置き、ロシア兵を支援する人権団体のもとには、軍から脱出したいという兵士からの連絡が相次いでいた。代表を務めるオセチキン氏は、500人以上から相談を受けたが、そのうち脱出に成功したのはわずか10人だという。Эти люди говорят, что находятся почти на самой передовой, что их подразделение в скором времени отправят в бой, что они боятся, что они погибнут, что они не хотят принимать участие в войне, что они не знают выхода из сложившейся ситуации. Они в них видят
служить солдатами штурмовых отделений в угоду мании диктатора Путина. 彼らの訴えからは、軍の内部で兵士の士気が保てず、部隊の結束が乱れている実態も見えてきた。ロシア軍の兵士を構成する職業軍人、契約軍人、徴集兵。このうち今回の軍事侵攻でも主力となっているのが、最低3年間給与を受けて雇われる契約軍人だとされている。ウクライナで戦い、その後部隊から脱出した契約軍人が居場所を明かさないことを条件に取材に応じた。Я был связистом. この兵士は、ロシアが軍事侵攻に踏み切る5ヶ月前、安定した収入を得るため契約軍人になったが、当時戦場に行くことはないと説明を受けていたという。они вообще обещали работу вообще в штабе, что будут работать в штабе за компьютером, просто заниматься финансами。しかし、隣国ベラルーシで訓練に当たっていた去年2月23日、突然、ウクライナへの進軍命令が下ったという。Нас встретило вечером, сказали, ребят, завтра поедете в Украину. Меня силой засунули в МП, у которого дверь внутри не открывалась, была ручка сломана. Захлопнули, она изнутри никак не открылась. Я пытался ее открыть, выпить, как-то открыть. Никак.ベラルーシから進軍した兵士の部隊は、首都キーウの攻略を狙う主力部隊の一つとして、その機会を伺っていた。兵士は前線で戦うことを拒否したが、上官から脅迫されたという。Но мне сказали, типа, ну, в матах сказали, я куда сейчас потом сказать, нифига подобного, ты поедешь. Военного времени, если ты отказываешь, может тебя даже пристрелить, типа. 兵士は監視の目を逃れて部隊から脱出。同じように多くの兵士たちが逃亡したという。以降、撤退が相次いだ東部戦線でウクライナ軍の捕虜となった兵士の中にも多くの契約軍人が含まれていた。彼らの証言からは、部隊の指揮系統の乱れが混乱を招き、損失を広げた実態が見えてきた。私たちはウクライナ当局の管理下で撮影することが許された。この兵士が投入されたのは東部の要衝の一つイジューム。地表の熱を検知したデータを可視化すると、イジューム周辺でもいかに激しい戦闘が続いていたかが分かる。兵士の部隊はウクライナ軍の猛攻撃の最中に何も指示されないまま送り込まれたという。Не объяснили, как себе не дать критерии. Ну, так, товарищи, полюбил. Ну, я, да, 48 человек стал счастье. Что-то мы не говорим, а мы.
別の兵士は部隊の指揮官でさえ戦況を把握していなかったと証言した。私たちはさらにウクライナのジャーナリストが当局の管理下で取材した28人の捕虜の証言を入手、詳しく分析した。その結果、指揮官を信頼していると答えたのは4人にとどまり、24人が信頼していないと発言していた。Пушное мясо. Вот сказали, так сидеть и сидеть, и все. Да команда ничего не делает. Вот и все. Но у нас задания не было, как сказать, но я даже командира-то не знал своего. 多くの兵士が抱いていた軍への不信。さらに、将校として部隊を指揮する職業軍人の中にも不信感を強め、軍を脱出した人がいることが分かった。ロシア国外に逃れた元将校が私たちの取材に応じた。上級中尉だったエフレーモフ氏、10年前に入隊して以来国家に忠誠を誓ってきたという。しかしウクライナの最前線で指揮を執るうちに無謀な軍事侵攻に疑問を抱き、これ以上加担できないと考えるようになった。 Больше половины военнослужащих все министерство обороны понимает, что это сказки. У меня было ощущение, что меня используют как инструмент, как маленький винтик, как пешку в большой, злой, бесчеловечной игре, которую затеял глава государства российского. Ефремов 氏は戦うことを拒否し、部下たちを引き連れ軍を離反した。Нас спросят, что вы здесь делаете, зачем вы сюда пришли, и мы не сможем ответить. Сильнейшее чувство стыда и вины перед украинским народом чувствую. Самое главное и нужное, что нужно сделать, это закончить войну. Украина-гунно 無人機偵察部隊が捉えたワグネルの戦闘員の姿。その異常ともいえる戦い方について複数の兵士が証言した。Відходять, приходить інша група, і так вони хвилями йдуть, йдуть, йдуть. Буває таке враження, що вони, сука, не закінчуються. Ну, в середньому вони дохнуть десь чоловік по 50-70 за день. Скільки їх живих зараз, я не знаю. ちょっと聞きとうとなすなな、証言によると、まず15人ほどの戦闘員が一斉にウクライナ軍の陣地に突撃する。その戦闘員が倒されると第二陣の戦闘員が武器も持たずに突撃、倒された戦闘員の武器を拾って攻撃を続けるというのだ。第二陣が倒されても、さらに第三、第四の部隊が続く。こうした捨て身の攻撃が10時間近くも繰り返されるという。ワグネル не мають права виходити назад. В'язні, яких набрали, для того, щоб вони
этим мясом продушевали наши фронты. ウクライナ軍に捕らえられたワグネルの戦闘員がその実態を証言した。で戦っていたワグネルの元指揮官は規律違反という名目で処刑が行われていると証言した。この映像にはワグネルを裏切ったとして処刑を待つとされる戦闘員が映し出されている。Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить. この後映像では、背後に立つ男が大きなハンマーを振り下ろした。生活費を稼ぐために契約軍人になる人が後を絶たない。この女性の息子も契約軍人となり、ウクライナで戦死した。体育教師だった息子。2万円ほどの月給では5人の子供を養えなくなり、6倍の収入が見込める軍に身を投じた。Разница большая, конечно. Кормить надо было семью. Учителям, конечно, лучше было бы, если бы платили больше.で、見ていただいたらわかると思いますが、もう、ね、ウクライナと今のロシアが戦争して、もう勝敗は決しています。ぶっちゃけて言うともうロシアは戦う力がありません。ね、見ていただいたと思うんですけど、ワグネルの戦闘員は、自分たちの部隊がやられたら、その武器を拾って戦うぐらいのね、資金調達がもう余裕がない。そんなんでね、やっぱウクライナ、これからね、レオパルト2とか、あと戦闘機、多分イギリスが主体と なって戦闘機出すと思うんですけど、もう制空権とかもね、取られたらもうロシア勝てっこない。でもね、ロシアの人がたくさん死ぬんだったら、もう早くね、今すぐにも、やっぱ戦争を止めるべきだと私は思っております。本当にすごい、ウクライナの人も苦しんでる。ロシアの人もすごい苦しんでる。だから一刻も早くね、戦争を止めたいんです。ね、今私たちにできることは、世界平和を呼びかける。ただ呼びかけるだけではなくて、ウクライナに寄付をすること。で、寄付を、たくさんの人が、ウクライナを寄付して、やっぱ支援すれば、そしたらやっぱロシアのね、やっぱ内部も変わるんじゃないかなと。あ、自分たちが間違ってるな、とかって。ね、そういう風に思わせるぐらいね、
私は頑張って、この、今の世間体、国際社会を動かしたいなと思ってます。だからね、まずやっぱ収益化することがね、何より大切だとね、思っております。私が収益化して、たくさんの人がチャンネル登録して、見てくれて、全額、ウクライナに寄付して、すごいね、高くなお金を寄付すればね、やっぱ、そのウクライナの人も助けられる。ね、ロシアのね、戦争反対しているけど、戦地に行かなくて嫌な思いしてる人も、ね、助けられるって思ってるんで、これからも一生懸命やっていきたいと思っております。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。